はい、モコフィットネスです。今日は、筑波の8体レースで、また面白いものを、発見したのでご紹介したいと思います。エアーフライという、メガネの、メガネになります。福井県鯖井市という場所で、メガネを展開しているそうで、メガネの、ね、産地らしいんですよ。で、なんで僕が、ものすごく気になってるかって、まずこれ見てください。まあ、いろいろあるんですけど、特に僕が気になったこれ、あの今流行りの大口径のレンズになります。で、ちょっと一回はめてみますね。はい、で、ご覧の通りに鼻パッドなしで、ここのここは耳かけのみなんですよ。で、これ全然ずれ、本気でずれないです。あの僕オークリーとポックつけてたんですけども、それから比べても全然動かない。これすごいっす。なんで動かないのってところは、ここに秘密があるんです。はい、見えます、ここ。はい、これね、はい、ここの部分、こうやったら見えるかな。はい、この部分で、このこめかみ部分で、ホールドしてるんです。これありそうでなかったですよね。で、まあ、ここ両サイドのこめかみで押さえてます。このたったここのこことあとね、ここの目、耳のところの3点ですっごいホールド感です。これマジでビビります。で、あとこれの、あのエアーフライさんのいいところは、レンズとこのフレームは全部共通なんです。だから他にもレンズが出てるんです。ちょっとかけてみましょう。はい、こういうね、あの今みたいに大口径のレンズじゃないタイプ、違い分かりますよね。で、違うんですが、フレームは今のと同じなんです。はい、つまりフレームさえあれば、どんなレンズを買い直したってずっとフレームは使い続けられるんです。これすごくいいですよね。で、なのでバリエーションも豊富なんですよ。僕今すごくもうこれ買いたくなっちゃってて、はい、これ見てください。緑色の ね、フレームがあって、で、緑色のレンズがあるんです。はい、わかりますよね。自分の好きなカラーバリエーションにできるんですよ、チェンジして。これすごくいい。で、あのマジでこれステマとかではなくて、本当にホールド感半端じゃないです。これすごい、本当にホールド感すごい。あの突然僕ね、あの寄って見てて熱くなっちゃってつけた、ね、これは本当に動きません。はい、で、あと日本のメーカーみたいなので、まあそこら辺もすごくいいと思います。見てください、かっこいいでしょ。はい、ぜひこのエアーフライ、もしね、よければチェックしてみてください。それじゃあ今日はサングラスの紹介でした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。